30万人いけませんでした。はい、ということで、はい、ニューポルトパーティー2021年、YouTube 本格的に始動したわけなんですけれども、年内30万人の目標を掲げましたが、達成することギリギリになりませんでした。申し訳ございません。はい、ということで、今日は、そんな僕らの心情を語っていく動画でございます。ということで、まあ、30万人いけなかったので、はい、まあ、そのね、はい、今後の目標だったりとかを皆さんに聞いていただきたい。なんかあんまり俺らどういう気持ちでやってますとか普段あんまり言わないから、そうだね、お芝居ばっかだからね、そういうのなんかちょっとこう距離をね始めていきたいっていう、はい、ところですね。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、ちょっと待った。はい、何ですか。今日はちょっとみそぎじゃないですけど、はい、ちょっと私からお二人に試練みたいなの。試練なんで動画で試練しなきゃいけないんだよ。試練、はい、あるものを用意したので、はいはい、ちょっと回していきたいなと思うんですけど、はい、こちらを今日はお二人で飲み切ってもらおうかなと思います。うざえ、なんか遠近法おかしくない？遠近法、これなんすか、これクライナークライナーって、クライナーってさ、ドイツ語でクライナーって意味知ってる？小さいって意味ですよ。クライナーってこぼれるね。え、じゃあそれなのクライナー、え、クライナーじゃないんですか？あ、クライナーの、でも大きい小さいってやっぱその感覚って人それぞれ。あ、確かに。三沢さんのクライナーは、まあ、これだよね。これこうやっていくのね。はいはいはい、お二人で開けなきゃいけないと。500ml だってよ、これ何杯分？普通の確かやつが20だっけとかね。だから20なんだ、まあ30いかないぐらい、30杯いかないぐらいですね。クライナー30杯、20杯もクライナーなんて飲んだことないよ。20杯飲んでもらってうぜぇ度数20だってよ。しゃー、飲むぞ、しゃー、飲むぞそれすげえ音鳴る。そういうのか、物に当たってる人みたいなのやめて。違うから行くぜみたいな感じだからそれは普段なんかも当たってんのかな。当たってない、当たってない。なんかマイナスな音を助長するのやめた方がいい。当たってない、確かに語っていきたいと思いますとか言ってて急にバチンとか言って当たってるのやばいから。それでは続けていきます。よっ、一応まあ基本はショットで飲もうと思ってるんだけど、ちょっとなんだろう、俺悪いから酒雑魚だから、ちょこのね、この事務所の冷蔵庫に余ったアップル、アップル100ガチ余ってるやつって感じだよ。こんなんしかねえよ。あとオレンジ100、オレンジ100っつって100ばっかなんだお前。コーラの100、これもねちょっと炭酸がやばい。炭酸、これ俺らね年末にあげたやつで、それいきます。あとあの炭酸水の100、水だよ確かに、はい。うあのまだあるんだ、ね、さん。我々はきっとこれショット1杯分ぐらいでしょう。ちょっと見えないで入ってます。はい、はい、いきます。じゃあ2022年に乾杯。はい、乾杯。ああ、ショットより多い。多い。と、俺めっちゃ入れちゃった。一応これアルコール度数20度ですからね。はいはい、美味しいですか、味。味は美味しい。あ、美味しいです。味美味しい。結構今ので減りましたね。待って、これ余裕説あるんだけど、これ。まあまあまあ。全然まだ始まったばっかりだよ。はい、で、今日何を話していくかっていうと、いや、まずは、まあ、30万人行けなくてどう思いますかってことです。まあ確かに。はい。いや、まあ。多分みんなそんな気にしてないというか、そんな別に攻めてくる人はさ、まあいないと思うけど。実際どうなんっていう、その。そうですね。気持ち的に、いや、なんか俺半々なんだよね、うん、なんか悔しいっていう思いと、うん、無理してないっていうか自分たちのペース守れたなっていう気もある。自分たちは全力を尽くしたし、無理して何々をしたというよりは自分たちのペースをちゃんと守りながら、やっぱり細く長く行きたいじゃないけど、うん、そのペースはちゃんと守れたから、まあ自分たち1年目としては良かったのかなっていう、まあ、ちょっと守りの自分も半々っていう感じかな。やっぱりでもちょっとギリギリすぎたじゃん。そうだね。だからあとまあ2万人足りませんでしたとかだったら、うん、まあまあ、ね、まあ
ってなったけど、あと本当だって5000人とか、おわーってなった。もうだってずっと年末のあの頃、確かにずっと見てましたもんね。そうそう。見たところだから、あと何千人です。頑張ってください。あと何千人です。頑張ってくださいってめっちゃ教えてくれるみたいな。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。さすが。あ、めちゃくちゃ。やっぱり三沢さんってそうなんていうんですか、あの本当三沢さんね、あのね仕事すごいんですよ。いやいや、なんかそのいや100お願いしたらいつも120持ってきてくれるみたいな。わかる、めっちゃわかる。それそうそうそう、だからねいつも助かったんですよ。ありがとうございます。いやね、最初はさ俺ら活動しててさ、そう年内目標本当は最初は10万人だったの、でも欲を言えば20万人っていうのも、俺のその同大学の同期でマーキュリーってやつがいるんだけど、そいつがなんかね、あんま活動をずっとしてなくて、音大生忙しくて、だけど活動を本格化するときに約1年で20万人いったから、いやあいつと同じラインそれ以上行きたいって思って、年内目標じゃ20万人しようと、できたら20万人がいいっていう話してたんだけど、それをありがたいことに軽く超えて 29.4 万人か5万人ぐらいまで行ったんだよね、だからそこの初期の目的はまあ達成できたっていうのはあるんだけど、いややっぱり悔しかったね、ちょっと。まあでも忘れがちですけど、1年でっていうところは本当にすごいと思います。いや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 、まあ1年でっていうところ、僕らよりも1年で伸びてきてますし。まあまあまあ、まあ、それはそう、いらっしゃる方にはいらっしゃる。平成フラミンゴさんの2人いるじゃん。で、あの2人ってさ、1年、俺らと同じぐらいの時に活動本格化させて、で、1年で、あそこまで行って、でしかも最初だから僕ら の, その作戦としてはそのコントであといろいろやってみんなに知ってもらって、でそこから普通の企画も見てほしいよねって話だったんですけど、なんかあんまりうまくいかなかったところもあったんだけど、あの2人はそれがうまくいってるんだよね。だからすごいなんか同じような作戦というか、なんていうの、同じような若干ジャンル、コントとその普通の企画だったり普通の生活可能なる動画を撮るっていうところでは同じだったから、ちょっとなんかうわー、うん、上すげーみたいな、悔しいわーっていう気持ちではありますね。あなたどう思う？俺は悔しいよ。悔しいけど、最後計算このままやっぱさ大体わかるじゃないですか。もう本当に3000人から5000人足りなくなるってもう12月の頭の時点で分かってて、でそっから何をしようかって思った時に、もうあの母 VS 息子とかがある結構力入れたコントとかはあったんだけど、まあ、そこプラスやっぱね、なんかもう一個ないといけないと思ったんだけど、12月のうちには俺の頭じゃ何も出なかった。無理だった。そうだからやっぱり1年目っていうこともあって、力不足がたたったよね、結構最後最後に ね、なんかそこで最後自分たちの掲げた目標に届けなかった自分たちの実力不足。まあでも俺ら一回その事務所入る前に3000人とかで伸び悩んだ。そう、そっから3から4ぐらい悩んだよ、めっちゃくちゃ。事務所入っていろいろ教えてもらってやって、まあ、そっから何もかもこうどんどん拍子できたから、まあ一旦ここは区切りなんだなと、一旦こう踏ん張る時期なんだなと確かに思ったから、まあそういうのがいつか来るってのもあったし、別に焦りはなかったね。まあでも普通に何だろう、なんかなんだろうな、まあ、本当にいや悔しいし、別に上に行ければ行くほどいいんだけど、その講師ともに毎日楽しいことしないから俺。そうだ、今は特に、特にこの年末コロナ収まってきて遊べるようになってきた、そう来て本当に俺マジ楽しいことしないから。確かに本来なんかなんだろう、まあでもそうだ、俺生きてるしっていう。生きてるし、それが多分俺らが22とか20歳とかだったらもしかしたらちょっと考え方違ったかもしれないけど、確かにもっとなんかその闘争心がすごい強い時期だったら、そう俺もそうさ音楽やってた時はさめちゃくちゃ負けず嫌いで、オーケストラのオーディションがありますって学内だよ、で俺が3年生の向こうが4年生だけど俺は4年生だろうが関係ないみたいな。あ、全員の中もううんと言わせるぐらいすごい演奏して、こいつが間違いなく年下だけど1位だっていうところまで行きたかったんだけど行けなくて、めっちゃ悔しくて、もう死ぬほどもう朝から夜まで練習するみたいな、そういう闘争心バチバチの少年だったから。だけどそれやっぱりちょっと24、5になると若干考え方が変わるじゃん。だからそこの変わった時で自分たちのなんかその楽しんでやるじゃないけど、なんかそれそこがなんか一番だったなっていうふうに気
気づいて、それが YouTube の中でちゃんとできたってことで言うと、俺は今年は、もともと去年だった。去年はもともと丸だったのね。既存のファンの方がどうとかっていうところじゃなく、そこはまあありがたいっていう部分で、いや本当にプラスもっと新規の方というか、まだお二人の魅力に気づいてない方々にもっと魅力を知ってもらえるかなって感じですね。ありがとうございます。下手くそなこの話をすごい簡潔にまとめてくれて、うん、おはようございます。いや、それで言うと俺なんか多分闘争心というのが、闘争心は長いな、うん、生まれてこの方闘争心があるかって言うと確かに生きてきてあんまり闘争心があるタイプではなさそうですけど、闘争心かなんか分かんないけど、俺はストレスフリーに自由に生きたいんだよね、うん、まあだからそこなんだよ、なんかその YouTube でガンガンにやっていくぞってよりは、好きなことをしてフリーに行きたいから YouTube やるわみたいな、そうそうそうまあその気持ちもすごい分かる。だから俺個人的にはその大人になって、なんかそっちの考え方ではい、じゃあ俺がタリン、酒リン酒タリン酒だぞ酒だ酒を持ってこい。もし開いちゃったらもう事務所の冷蔵庫に味噌汁の酒もいっぱいありますから。どのぐらい入れます？あのもうちょっと入れてもらう。強強なんか大学生の時はずっと遊んでて、うん、お酒ばっか飲んでて、なんか周りの人はやっぱ誰よりも飲むぞみたいな人もいっぱいいたのよ。で本当にみんな飲める人ばっかで、で俺もその中でも別にまあまあある程度無理して飲むけど、一番飲めるようになりたいと思ったのがあったし、遊びでも何でもね、闘争心というのが、ね、あんまりそうないのかもしれない。そこが魅力でもありますけど、ね、そうそうそう、三沢さんから、うん、マネージャーさん目線から見て2人全然違うじゃないですか。それをなんか感じた瞬間とか感じた瞬間なんとか、なんかこういうとこ違うよねみたいな。いやなんか考え方とか最終こうしたいとかっていう部分は多分一緒だと思うんですけど、あ、まあ、でもそこ以外逆に違います。でもそれは結構多分洋介がこう話していく、いろいろ話していく上でちゃんと納得してこう乗っかってくれてるところは多分ある。動画の見てる人はどう思ってるか分かんないけど、多分俺翔太より上に行けることはないんだよ出れることはないの。あ、いけるって、上に出れることはないのだから、はい、お前マジそれやれよみたいな。本当にマジでやばい失態とかしない限り、なんかマジそれさやってくんないとかさ、うん、そういうこと言い方はそもそもしないけど、うん、っていうのもあるし、なんかあんまり上に行けないんだよねっていうのは、俺より IQ とかその考え方が見識が広いっていうのは分かってるっていうのもあるし、まあ、普通に信頼されてる感がある。いやそうですね、リスペクトしてるのもやっぱりある、うん、それはね高校1年生から変わらないから最初はだからそのなんかふにゃふにゃしてるやろうだなふにゃふにゃしてんなこいつみたいな信念ねえなみたいな、うん、でなんかちょっと舐めたとかあったけど、信念はないね。でもそれは事実信念はないが野望はある、うん、それは何だろう、まあ、信念多分ね自分で信念だと思ってないだけでちゃんとあると思うよ。自由に生きたいっていう信念、一族のある男を必ず殺す、うん、いやいやいや、それはさ違いますからサスケイタチじゃねえか、実は対岸するとこだったもん。危ない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 、お前兄弟いねえだろ一人っ子一族から誰だよ、おじさんとかおじさんの息子の友達とか一族じゃない、一族じゃないいやいや、なるほどね。まあそういうのもあって、そうだから結局ありがとうございます何ですか、入れます、ちょっと入れます、いい私これパイナップルの味のやつしか飲んだことない。今年は何やりたいんですか。はい、だから今年何やりたいか、コラボしたい、うん、ずっと言ってるね。だからそれはその最後に俺がさっき言った30万人の達成するためにあとできることを考えた中で、あとコラボしかないと思ったんだけど、ちょっと間に合わなかったんでね、うん、確かにそう、そう、なんか結局、なんか俺らってさ、なんか自分たちの最初にさ、ダーヤマとか出てたじゃん、うん、ダーヤマとか出てたけど、ダーヤマを主軸にして動画を作りすぎたところが、うん、ちょっとあって、最初の初期に、うん、そうだけど、いや、でも俺らが、いやこれダーヤマいなくなっちゃったら動画が見ないから、うん、違うじゃん、うん、俺ら2人だけで面白いものを作れなきゃ実力じゃないよねって話をして、それでめちゃくちゃ頑張って2人でなんか上り詰めてった結果、パッて足元見たら、あれ、みんな人脈あるのに
俺ら知り合いがそもそもいなくねみたいな。そうなんですよ。ってなって、なんか普通にそれはなんかそのコラボできなくて数字が伸びせなかったから伸ばせなくて悔しいとかじゃなくて、なんか普通にやっぱり YouTuber の特権としてなんかいろんな人に会えるじゃん、いろいろ今活動してる頑張ってる仲間みたいな、うん、だから切磋琢磨できる仲間がいないな、あんまりいないなっていうふうに気づいて、なんかいやそれがなんか普通に寂しいなと思って。そうでもなんか友達はいるんよ、なんかその友達はいるやん、うん、言ったらさ明平とかさ兵藤くん普通にめっちゃ遊んでくれるしさ、軍曹さんとか、そう軍曹さんもそうだしさ、あとかけ丸とかもさあったら仲良くしてくれるし、まあえっちゃんとかもさすごいゲームやろうとか言ってくれるし、プチプチピーさんとかもね、プチプチピーさんね、そうだね、そうね、あと伊藤ちゃんとかもさめっちゃ飲みに行ってくれるじゃん。いやその遊んだりする友達はいるんだけど、やっぱり俺らさ基本的にその動画から入るとさ、なんかちょっと気まずいみたいなのあるじゃん。はい。なんかまずは仲良くなってから行きたいなっていう。本当にこれだけ言いたいのは、動画の本質のその楽しむってとこマジで大事にしたいと思ってて、うん、だからそのためにはまず仲良くなってから撮らないと本当の仲いいは出ないって思っちゃう。いやでも普通そうじゃん、なんかそう、いろいろ考え方あるけど俺らはそう思うから、うん、やっぱまずは仲良くなるんだけど、結局ね、俺らもう仲良くなって満足しちゃってるのかもしれない。動画撮りゃいいのにって結局ね、兵藤くんとかもさ2回目何回か会ってさ動画撮ろうよって話になってるけどさ、遊ぶのが楽しくてさ結局その話に最後ならないっていう。確かにとこあるから、やっぱそこはちょっとこう一歩貪欲にね。じゃあ遊ぶの中途半端に終わせばいいじゃん。今日物足りなかったわって言って、無理だよそんな、無理だよね、無理だよ。でもね、兵藤くん飽き気だし、朝9時まで遊ぶんだから。本当にあの時さ、いや俺そもそもそんなにさ真面目だったからさ、うん、遊んでこなかった人だけど、なんかその結構遊んだんですよ、秋平、うん、兵藤くん、翔太と、うん、ああこんな遊ぶんだって、これが遊びかって。もう最後眠くなって死ぬところまで遊ぶんですから。なんならだって次の日事務所来て寝てましたからね、陽介さん。確かに寝てましたね、ラウンジで爆睡してました。え、俺爆睡しましたっけ。爆睡してましたよ。ちょっと休憩っつってめっちゃ爆睡した。頭こうやって言って、うっそー、あ、俺動画が残ってるんだって。残すな、残すな。これ撮って陽さんにこれ陽さんが最初これ TikTok に載せますかとかって言うから、それでいいっすよって言ったら、いやでもそれはさすがに考えとるからやめとくかって。いいのに。まあ俺いじられキャラってのは違う違う、多分つまんなかった。それ一番悔しいやつ。もうそれ30万人いけなかったぐらいトントン悔しいよ、お前。私の運営してる TikTok にはちょっとこれはって。おい、なんか動画の中でやりたいこととかないんですか。動画の中で、うん、あ、でもそのコラボの話で言うと、このなんだろう、やっぱその俺は考えたんですよ、遊びたい、俺はどうしても遊びたいんですよ。で、まあ、動画も撮りたい、でそれをやっぱうまく掛け合わせるしかない。それ言った時にやっぱスカイピースさんとかを見て、あの人たち結構遊んでんなと思って、本当は裏では分かんないですけど、こう一視聴者としてしか見てないから遊んでるように見えるから、あれいいじゃんと思って、そうか、ああいう仲いい人集めてみんなディズニー行くとか、みんなで飲むみたいな、そういう遊びに関連したものをやりたいなって思います。そう、なんか理想で言うと、もうカメラがあるかないかの違いだけぐらいな撮影がしたい、うん、俺は自然体。最近はね、客も楽しいけどね、作っていくのは、うん、まあそうだね、なんか逆に何も考えずに楽しめるって言ったら、それはある、本当にその自分がやらせるし、うん、そう、まあ俺は結構その東海オンエア世代だし、そう、東海オンエアリスペクトすごいから、それもあってやっぱ企画力すごいから、やっぱ企画力のニューポルトパーティーでいたいよねっていう気持ちもあるし、うんうん、え、でもなんか前話したじゃないですか、あの、うん、一つ企画やるにしても定番のやつっていうのもできる中でちょっとひとひねりしたいみたいな、うんうんうん、っていうのをやったんで、木管とかね、うん、そのままやっちゃう人も伸びてるからって言ってやる人もいる中で、ちゃんと考えてるなって思いながら、そうですね、聞いてました、うん、そう、でも俺は空回りしがちなやつは、だからそのみんながやってな、みんながやってるものをひとひねりして面白くしようって言った結果、うん、若干ちょっと笑いがコアになる。そう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 、なんか様子がおかしい系僕らたまにやるんですけど、うん、あれって伝わってるか分かんない。そうそうそう。だから
すごいなんかひねってることをやってるように見せてくれて滑ってるみたいな、うん、っていうところもあるんで、なんかありますよ、やりたいこと、やりたいこと、うん、まあでもやっぱり最初そうさ、コラボしたいに全部精通してくるんだけど、いろんな人に会いたいからな会いたすぎじゃん、会いたいじゃん、だって俺もガチ YouTube キッズだったから高校生からなんだろうな、他、いやでもやっぱりそのまあ日本でやるのもいいけど海外にも行きたいなって話、うん、そう、いやその俺らその結構なんだろうな、そのまず前提に多分映画好きっていうところがあって、うん、そう、映画といえばやっぱりそのハリウッドからさ、うん、来たわけじゃん。で、ハリウッドを見て育ってきたから、アメリカに対するそう、なんか漠然とした憧れっていうのがあって、うん、まあその場所とか雰囲気もめちゃくちゃ好きだし、そう、なんでそこに行って動画を撮ったりして、行きたいなっていう気持ちで、うん、もう、田中さん最近、どうですか、はい、私生活は。私生活急にマネージャーさんの私生活聞く。どうですか、私生活。今めっちゃ楽しい、うん、楽しそうなストーリーをいつも見てますそんな、俺あんまりストーリー足りなくない、いや、あげてますよ、巧みなカオくんとかと遊んでるんですか、うん、なるほどね、楽しいですよ。ヨスケさんは普段何してるの、何してる、編集以外編集と企画会議とゲーム以外何してるやば、終わったまだ楽器がある、楽器がある、楽器の練習がある、まだ練習してますよ、最近お届けしました。本当毎日やってます。なんだろう、息抜きが下手なんですよね。うん、俺プライベートもあの全部オフの時も常にそこ何かやってない。うん、ああ、アクティブにってことですか。ずっと。いやそれ本当は俺ダメなんですよ。よくない。自分に悪影響だっていうのはもう音大時代にね死ぬほど分かってる。うん、あの。練習の量を増やせば増やすほど下手くそになった時期があって、うん、なんかそれもなんかでもなんでだってなってもっと練習しちゃう、そう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 、まあ、俺のだからなんか頭が悪いんだとか効率が悪いんだ、うん、時間の使い方が下手なんだとか、うん、そうなっちゃうっていうところがあったんで、うん、まあでも息抜きは必要だなと思う、いやでもそれ時間にやっぱでも割れちゃう、ああ、なんかリミットがありますもんね。そうそうそう、だからなんだろう、でもね、前より良くなってるところの一つとして、なんかやりたいことがいっぱいあるみたいな、うん、YouTube もやりたいし、TikTok の動画の編集もやりたいし、楽器もやりたいし、筋トレもしたいし、なんか全部自分のその能動的な意欲が先に来てるっていうところではいいところだよ、やらなきゃいけない、なんかきついけど、やったら報われるって思ってやってたで、うん、で楽器は、うん、その当時はだから、で、まあ、そことは聞くとやっぱ違うんで、そこは本質的にはそのいい風にはなるんですけど、まあちょっと1日48時間ぐらいだったらどんだけいいんだろうなって思いながら生きてますね、毎日このタイプか、そうそうそう、そう、俺それで言うと多分基本的にオフだと思って行動してるわ、なるほどね、そうだから、単発的に例えばこの時間に起きてどこどこに行かなきゃいけないとかって、その単発的な部分だけだマジでだるみたいな、仕事だるみたいなメンタル、例えば撮影がちょっと長引いちゃって、うわマジで今日長いわだるみたいな、そういう単発はあるけど、それ以外結局行ったら陽介と遊ぶだけだし、うん、確かに長引いたけど結局帰りに飲みに行ったら、まあそれじゃあ今日、まあ、そのための長引きかみたいな、はあ、ちゃんちゃんみたいな感じだからなんか基本的にオフだと思って生きてるかもしれないわ、知らないわそっちにして遊びでも予定立てるとなんか行く前憂鬱になったりするから、いや分かりますめっちゃ、うん、なんかその直前はすごい嫌になるけど、そうそうそう、行くまでが面倒いっていう、行ってしまえば楽しいんですよ、そうだから場面で生きてるんですけど、うん、予定約束立てるのはあんま得意じゃないというか、うん、確かに、うん、そうそうそう、だからなんか泣いてる日は言うけど痛くなくなっちゃったら、わかんないよ。でもね、相手からしたらいい目だから。演奏会行くのだる、練習してって思ったけど、行ったらめっちゃ良かったってやつね。違うかもしれない。違うちょっと違うかもしれない。違うと思う。飲みに行くって後いつもワクワクしちゃってる人。飲み食うってやってやってやって だと思う、うん、だってずっと言うもん楽しみだろそうだから例えばあのこの前も社員さんと会食みたいなのあった時に結構何日か前からも友達と「さあ楽しみだわ明日楽しみだわ」って結構言ってくるんですけど俺は結構「ああちゃんと
ちゃんとなんか盛り上がった話できるかなと結構いろいろと考えるんで憂鬱なんですよ。だから多分そこは多分違うかもしれない。なんかただ場面の方がでも俺ふっからなんで場面で割れたら言っちゃうんですよ。だから逆にそうやって言ってほしいってことですね。あ、そう、まあ、直前に言ってもらった方が直前に言ってほしい、ノリでこれ 何も身がない話です。これはどうやって遊んだらいいと思いますか。撮影ね、どうやって YouTube やったらいいですか。講師とかどうやってこのライフをやるのがいいですか。ライフ、このライフを、うん、どうですかね。誰の会話を本当にそのまま流すのでいいと思うんですよ。まあそれでいいんすか。それがいいと思うんですよね、結局。だからそこを俺らの中で理解でき、最後までその去年理解できなかったところが俺らと平成フラミンゴさんの違いなんだなって思ったので、彼女たちはその自分たちの素を見せてくる、常にカメラが回ってる状態みたいな、だからそこをやっぱりうまくできなかったな、俺、多分技術が発達して自動録画機能みたいな、録画ボタンを押してなくても録画できてたっていうそういうカメラが出たら、100万しても買った方がいいね。確かに、めっちゃあるもん、撮っときゃよかったっていうの。みささん、はい、飽きました。おー、すごい、早かったね。なんか、もっと苦しむのかと思ったら全然そうです。苦しめるつもりだったんかい。ですよ、この前、年末に父ちゃんと3人で飲んだ時に、そのなんか、一応1軒目行って、まあ2軒目という、まあ割とそこそこ飲んでたんですよ。そしたら、ロスが結構、なんか酔い始めて、で、なんか俺も父ちゃん的にも、なんか、まあもう何軒か行って、まあ、なんなら多分伊藤ちゃん的には別に朝まで飲んでもいいぐらいのテンションだったんですよ。そしたらだったんだけど陽介がちょっとヤバくなり始めてヤバくなり始めて言う陽介がこう座って俺が座って伊藤ちゃんが言ったんですよ。でなんか「陽介この後どうする?」みたいに言ったら伊藤ちゃんが「陽介さんはもうダメそうなので帰りますか」とか「やめときましょうか」みたいな「もうダメそうなので」どういうことなんですか。だからその俺はその伊藤ちゃんのその絶妙な言い回し、が好きすぎてめっちゃいいんですけど言葉選びがねおもろいんだよね。伊藤ちゃんって1個下。1個下私の1個上。そうだから言ってました。サラさんでも1個下だよって言ったら全然見えない。そういうこと言ったらみんなに3歳や若く見られるから、精神年齢的にそんなに飲んだんですか。そのいやそんなに言ってない言って、まあ、そこそこ飲んだけどそんなに、そんなにレモンサワーだったの、5あるんだよ、あ、なんかでかいやつ飲んだよね、まだ累計5から7杯ぐらい、レモンサワーで。あの別の日に、ある日に俺とそのもう一人あの俺高校で同じ吹奏楽部の後輩でその子も YouTuber やってて、そうなんかそのヒーローショーとかリアルピースまあヒーローショーとか、をやるそのお兄さんたち、のなんかその YouTuber 感覚、まあでも普通に企画とかやってるんですけど、その中の一人でその子と3人で飲みに行って、その新宿のゴールデン街にその翔太の後輩がやってるお店っていうのがあるんですけど、あの行きたいって言ったから、それでこれぐらいあるくださいじゃないですか、半分しこっちなんですよ。とらわりってそれが売りでやってるんですよ。で俺はそれが好きで言ってるんですよ。で俺でもすんごいうわキッズとかになりそうじゃないですか。全然ダメですよ。いや、そうなんですね。あんまりそのさ、焼酎とか好きじゃないですよ。だけど、なんかその居酒屋でうわっこってなるレモンサワーあるじゃないですか。なんか飲みにくいやつ、あんなもんじゃない、もっと飲みやすい、質がいいやつ。そうそうそう、質が良くてめちゃくちゃ飲みやすい。金宮だけど、金宮でも金宮飲みやすいですね。これは金宮しか信用してないですだから飲みやすすぎて、で、それでなんか、え、飲めるじゃんって思ってどんどんやっぱ進んじゃうと気づいたら、あれ気持ち悪いってだからその後輩もなんかそこそこ酔っ払ってて、気づいたら2人ともいなくて外にずっと座ってていや、1人はなんか急にインスタライブか YouTube ライブかなんかやり始めて、で、なんか外でずっとライブやって酔い覚ましのためにやるやつなんですけど俺は1人で排水溝にゲロ吐いて本当になんかでゲロ吐いたら治るかなと思ってゲロ吐いて戻る。で、俺の後輩が店立ってるんですけど
ちょうど他の後輩も飲みに来たんですよ、高めの。それでなんか2人がいなくなったから、え、あんたたちは何をしてるんですかみたいな、ガチで聞かれて、みんなからある程度やっぱ飲めるのが来るから、何やってるんですかって言って、いや、なんか、そう、昨日やってみたいって、濁すっていう。これはあの初めての、そのやっぱりその先がいっぱい入って。中で飲みにくいっていうところでなんかちょっとやっぱり若干酔っ払もうすでに酔っ払ってるから俺飲めるな今日って感じがして言ってた言っても言ってた、超飲みやすいこれはいけるわって言ったの俺ね覚えてるいやーお前騙しくれるばっかり覚えてるな本当に覚えてるうわーって思ったデートの定義とは何？恋愛マスター三沢。何をしたらデートの？普通の遊びのデートの定義。ああ、え、じゃあ、まあ、男女付き合ってない人で、映画行くのはデートですか？うわー、映画ってシチュエーションってなかなかじゃないですか？どっちが先かじゃない？俺も違う、映画に行くっていうのが先か、見たいものがあるから行くか。見たいものが確かにそれはある確かに見たいものが同じ共通で全然そんな喋らなくても映画を通じて仲良くなるってことがあるんで、だって俺だってその廊下で今日何々の映画見に行く人はーいっつって手を挙げさせて挙げた人と行くって後輩だったら映画だよめっちゃ気ぃ使ってるいややめてやめて苦しい苦しい遊ぼうよ何する映画かあれですよねこれ見たいから非常に見に行こうよ。でもそうだよな結局なんか誘う方はでもだって誘う当日じゃないですかそんな見たい映画を誘うみたいなうんそうですねだからその映画を見たいかこの子と一緒に行きたいかっていうのでどっちが上に立つかじゃないこの映画は別に誰でもいい誰でもいいそれだわ見に行くの、うん、この映画が見れるんだったら一人は嫌だけど、うん、誰でも行きたい誰とでも行ける、うん、じゃなくてっていうのが一つもう一つはこの子と行きたいってなっちゃったらたとえその映画がめちゃくちゃ見たいと思ってたねミフピーでもそうだったら話変わってくるんですよそれがミフピー映画化されてねえ現状版ミフピーって言葉好きなんだよあの口からは逃げられないだからそのシチュエーションありましたよ、でも。だからその見たい映画があって、うん、で、気になってる子がこの映画見たいってストーリーで言って一目散にその映画見たかったけど、うん、チャンスを行こうってってかまあデートの誘い文句なんてさっきも言ったけどそうじゃないですか不自然なく誘うまあそうですね、うん、まあそうですねはいということで、お時間がそろそろね、よろしい頃になってきましたですので、はい。ということで、以上、ニューポルトパーティー with マネージャー三沢による恋愛の話でございました。はい。最初の趣旨とちょっと違いますけど。